打球はセンター金子の守備範囲です。これを継続していけるか。今日は金子がセンターに入っています。芯には当たっていませんが掴んだ。ファインプレー。ここも帽子を飛ばしてファインプレー。金子雄二いいダッシュを見せました。本当に難しいと思うんですよね、はい、やっぱり見てるとプロフェッショナルですよ ね、 やっぱりね、はい、いやまさにスピード感がありました。さあただこちらも長打という眺め。いきなりシングルヒットにはなったんですが杉本ヒットノーアウトランナー一塁です。いや今シーズンこの非常にバッティングの良さ、そしてさあ三塁へ向かっていく大塚コーチは回しているが止めました。 1,2 番コンビでノーアウトランナー二塁三塁という大きなチャンスを作りました。昨日に続いて第1打席結果を残した。またマーティンが滑り止めを要求します。レアードもね、日本の野球は長いですから、はい、レアードですね、はい、という内容ですが、リードを保った状態で5回の表までを終えました。あとアウトカウントは一つ。ライト方向打球は伸びていってスタンドまで飛び込みました。うん、これは右中間への打球になりますが伸びていってセンターは追いつきました。まさかナイスプレー。今日もヒットを打っています。さあでバッターボックス、今日25歳の誕生日、昨日は先制の2点タイムリーヒット。大丈夫でしょうか、お腹のあたり足立。あと大丈夫でしょうかちょっと痛いところでしょうか。はい、うん、まあでも上からですからね、はい、はい、上からでも痛い気がしますけどね。それはありますけど、まあ、上下からとはまた違いますからね。あ、そうですか、はい、1本長打を欲しい場面でもあります。おっと今日はちょっと多いですね、今上からですかね、はい、